はい、山田でございます。おはようございます。ただいま月曜日8時58分、えー、朝でございます。気持ちいい朝でございますな、えー、晴れ渡っております。えー、昨日ね、あのー、月末で、えー音、音声のね、あのー、ネタはあった、あったというか、こういう話をっていうのがあって、えー、もう20回終わり頃なのでまとめやって、 で、次の予告やって、次のやつ入るぐらいのまでは行こうと思ってたんですけども、ちょっと月末は締め作業があってね、あのー、これすげえ、あのー、めんどくさいんですよ。めんどくさいって言ったらいけないね、仕事だから喜んで、楽しんでやらなきゃいけないんですけど。で、結局、あのー、それ、しこしこやってて、えー、結局やりたいことができなかったと。で、あのー、 しかも、まだ出来上がってないというね、もう4月入っちゃいましたけど、まだ完成してないというね、本当にね、え、忙しいって言っての理由にしてね、 えー、ダメでございます。えー、忙しぶってるやつほど仕事できないやつですからね。えー、忙しい忙しいとかもう、えー、時間ない時間ないって言ってるやつほど仕事できない人ですから、あ気をつけてくださいね。で、あのー、なんていうかな、本当に仕事できる人っていうのは、上手にスケジューリングするなり、片っ端からガンガンこなしていくなりね、えー、先、先延ばししないなり、えー、涼しい顔して忙あの、大量 の仕事をこなしてますからねもう僕もそうなりたいんですけどね。あの、無理です。<laughs> 能力がもうダメだね。ちょっともう反省でございますけれども。で、えーね、一応ね、まだ締め作業の続きやりたいんですけれども、ちょっと朝サロン回ってきてね。で、締め作業の続きやりたいんですけど、1、えー、本上あげとかないと。 あのー、不,安にな不安になっちゃうので、えー、しょうがないからねちょっと雑談ってことでとりあえず1本あげさせていただきます。<laughs> ね、えっ、ー、と、まあ、今日、その、えーえー、これからお仕事探す方たち向けの、えー、音声20回の最終回を、まあ、一応まとめということでお話しさせていただく予定でございまして、で、あの、次回ね、次回以降の20回をお客様向けでちょっといくつか音声撮ったりとかもしてるんですよね。で、お客様向けで話したくなってきちゃったんですが、えー、やっぱそれはいかんと。 えー、まだ、えー、次は、現役セラピストさん向けの、えー、音声20回に、えー、しなきゃいけないなと、えー。やっぱりね、ちょっと、新規お客、新規セラピストさん向けの20回も結構ね、そればっかり20回連続って結構きつかったんですけど、 <laughs> やっぱきついことをチャレンジしていかなきゃいけないなと、大した話できてないですけどね。うん。で、いやあの、今回、じゃ現役セラピストさん向けも20回連続できついのが予想できるんですよね。お客様向けの方が男同士だから、えー、好き勝手喋れるし、えー、女性は聞いてないということで話しますからね。えー、そっちをやりたかったんです、実は。 でも、それをに、に、逃げちゃダメだなと。それは参考定目。えー、今回の、現役セラピストさん向け20回話した後、えー、参考定目で、え、話ししようかなと、えー、思っております。なので、この20回も一気にね、やっちゃいたいと思いますけれども、えー、 まあそんなわけでございます。まあいいか、もうこのまま締めも入っちゃいますか。で、あ、これは開けた方がいいか。うん、で、えー、まあね、あのー、4月入りましたけどもこれからね新しいあのー、お客様そしてセラピストさんが入ってくるタイミングでございます。えー、特にあのー、地方都市ですからね、えー、引っ越しというか転勤で、えー、いらっしゃって、そしてま出ていく方もいらっしゃるんですけどね。宇都宮から、えー、地方都市から出ていく、えー、他のと地域に転属 転勤になるる方もい,いらっしゃるしゃ、えー、またはあのー、転入で転入って言わないか転勤で入ってこられる方もいらっしゃるので、ね、大事な <laughs> 月でございますそしてチラシなんかもね効果があるのでね、えー、今月はしチラシ巻きまくって、えー、宣伝活動に力を入れていきたいと思っております。でーあのー そうですね。パッとご覧になったチラシでね、お電話いただければ、えー、で、あの、良さを知っていただければね、リピーター様になっていただければありがたいですし、えー、メンズエステ、好きの方もね、あのー、他の地域からいらっしゃることでしょう。えー、ですのでね、えー、そういった宣伝活動に力を入れるシーズンでございます。そしてゴールデン、そして夏に向けて、えー、ゴールデンはどうなるかわかんないですけどね、ゴールデンはどっか行っちゃいますからね、皆さんね、 あの、後半はそれなりに忙しくなるんですけど、前半はちょっと若干不安だったりしますけどね、仲間でとかね、家族でっていう時間じゃないですか。え、そういう、あの、時間は、あの、大事ですからね。大事っていうか、俺関係ないのに何言ってんだよって感じですけど、僕はね、仕事だけですけど、仕事オンリーですけれども、え、世間の、あの、ファミリーはね、え、家族との時間もやっぱ大事ですからね。 普段仕事忙しくて、えー、ゴールデン、今回10連休とかって言ってますよね。羨ましいですな十10連休とかって、でもお給料月給もらえるんでしょそれ、もう本当権利収入ですよね。もう,もう年末年始と、えー、お盆のシーズンとゴールデンと、連休羨ましいよね。サラリーマンの皆さん。 うん、なので、こういった、まあ、僕なんかは、まあ、労,労働収入というかね働いてなんぼの仕事なのであれですけれどもえサラリーマンの皆さんもやっぱり、えー、いいよね安定があって、えー、お,お仕事としてですよ、うん、で,で 10, 10回休んでもお給料変わらない僕らなんか10回休んだら 10, 10日分減給ですからね。 これは怖いことですからね。休みたくても休めないみたいな。あまあ僕は休みたくないので休まないんですけど、うん、年末年始だけしょうがないから、まあ一応はね、1年間で1回だけ連休は取るっていうことでやらせていただいておりますけれども、 うん、そう考えるとやっぱね、あのー、フリーランスなの、独立なの、何なんだのっていうね、稼ぎ方いっぱいありますけれども、えー、サラリーマンの働き方も、うん、本当に家族との時間も多いでしょうしね、えー、羨ましいですよね。まあ僕は家族いないから、家族との時間がある仕事をしたとしても、えー、時間を持て余すだけでね、えー、もったいないので仕事はしますけどね、えー、なかなかいい働き方だと僕は、あのー、思って、 ております偉そうな。 言い方してますけど、あの、どちらかと言ったら憧れてるんですよ。サラリーマンの方にも。うん。経営者の方にも憧れてますけどね。かっこいい経営者もいらっしゃいますからね。あの、結構免税して,てんっていうのは、やっぱり、あの、料金が高いので、そして、特別付属店的,的な、あの、サービスしてないじゃないですか。うん。だから、やっぱり、お金には時間に余裕がある方が多いんですよね。なので、まあ、セラピストさん、僕は直接は電話でしか話せない。電話でしか、あの、接客しないので、 であのお客様とあー面と向かってあの会うという機会はそれこそ禁止行為で突入した時ぐらいしかないんですけどまあそれ以外にも、まあ、たまにねお金の受け渡しお金、えー、いただくの忘れちゃったとかでお会いすることはありますけれどもあのほとんどないのでねあとはセラピストさんから聞いた話ですけれども、えー、あの経営者の方もかっこいいですよね自分で切り開いてね。 あの、ビジネスをたくさん作ってる方もいらっしゃいますし、うん、やっぱ魅力的な男性だったりするなあ、この方魅力的だなとか思ったりもするんですけどね。えー、まあまあ、僕らは底辺でございますので、えー、毎日毎日仕事をさせていただいて、誰かの役に立つようにね、ね、えー、セラピストさんとお客様、ね、お客様にたくさんのお客様に癒しを提供できるように、えー、それが、それこそが人生なのでね、えーえー、いいんですけど、えー、楽しんでやらせていただいてるのでいいんですけれども、えー えー、まあまあ、ちょっと雑談でございます。で、今日はね、えー、面接の方もいらっしゃいますし、えー、また新しい風が吹くんじゃないかと、と、とても楽しみにしております。えー、面接の方が朝来るのでね、それを終えてから、えー、3月度の、えー、締め作業に入ろうと思っておりますので、えー、その後、午後にまたちょっと、あたえー えー、youtube のね、続きの音声を上げていこうとは思ってますが、まあできるかどうかね、えー、わかりませんけれども、頑張っていきたいと思います。えー、あ、え、のー、マブリエルではね、あのー、セラピストさんを募集させていただいておりますので、えー、新しく年度も変わりね、入学、入園、 えー、そういった類のこと落ち着きましたらね、4月第1週、第2週、えー、面接にいらしていただければと思いますし、えー、こんなね、いい仕事ないじゃないですか。こんな人にね、役に立つ人に、えー、愛されるえー、愛されたことありま、まああるか。<laughs> 俺だけか、愛に飢えてるのは。あでもねああの、たくさんの方に、一人の相手に愛されるってことはあると思いますよ。えー、恋愛関係になれば、夫婦関係になれば、それは一人だったり、<laughs> 身内だったり家族だったりに愛される。そして愛することもする。 愛,愛するか、うん、こともあると思うんですけども、それが、あの、何ていうのかな、えー、第三者というか、多数の方、不特定、多数、不特定というか、お客様ですけども、えー、に愛される、ね、これもね、なかなか面白いですよ、面白いというかね、えー、なんか、嬉しいみたい。 要は一生懸命施術するじゃん。一生懸命接客施術をして、一生懸命接客施術するということは優し,優しさの提供をして、喜んでいただくってことになるんですが、喜んでいただければ、やっぱ愛されてくるんですよね。それが一人、また一人とリピーター様から、えー、愛されている。 行くセラピストになってくるとねなんで私がこんなに、えー、ありがとうありがとうってね、えー、愛されるんだろうっていうところからその愛されるのがまた心地よくなってきたりとかもするし、えー、より、えー、頑張ろうっていうね原動力になっていったりするので、えー、いいですよあのいろんな方に愛されるっていうのはね、うん、自分の思いとか優しさとかその癒しがね、えー、役に立ってるんだって思えるっていうのがね僕は素晴らしい仕事だと思ってますし これからもこのお仕事をこうやってね、紹介していきたいと思っております。えー、ではちょっと短いのか長いのかわかりませんけど、あ、10分で喋ってますね。<laughs> <laughs> では、えー、終わります。今日は、あげたい、いっぱい、えー、新しい、えー、現役セラピストさん向けにね、えー、もう現役セラピストさん向けにはね、だいぶね、鬼になって、心を鬼にして、だいぶ厳しい、厳しいこともね、今日、今回は、あの、準備してますのでね、えー、まあ、厳しいこと言ってもお前に何がわかるんだよって言われそうですけれども、厳しいこと言うことも、えー、何か役に立つんじゃないかなと思って、あげてまいりますので、よろしくお願いいたします。